六角レンチですね、基本的には。はいはい、回んねえから、ああ、怖い。隙間がね、なくなります。ここら辺だね。これ完璧にもう、全然隙間がなくちゃ。本当だ、いい感じにビタビタ。というわけで、まあ、フレットもこうやって感じで終わって、だいぶ綺麗になりましたね。はい、で、まあ、あとはネックが反ってるのは、大体の場合、ロッドっていうのがここの中心に入ってるのね。はい。まあこれはメイプルでも裏から入れたりとか、これローズ芝貼ってあるから、このあのローズの芝を貼る前に、ここに鉄の棒をベーンって入れて、蓋してるから、ここに絶対ロッドが入ってるんだよ。で、昔のモデルは入ってないのもあったり、昔の日本製は、いや、ネックの幅で強度があればネックは反らないっていう謎の持論から、入ってないのもあります。で、マーチンも SQ 規格とか入ってないのもあるんですけど、基本入ってるんで、ロッドがどこなのかなっていうのを探しましょう。はい、昔のフェンダー系だとこっち側。はい、で、最近のやつとか、アイバニーズとか、すごい分かりやすいだと、こっち側にロッドカバーが付いてるものは、大体この下にあります。はいはい、ただ、調子こいてロッドカバーをフェイクで作ってる人がいるので、開けたら何もなかったみたいな、なんだこれはっていうのもたまにありますけど、これの場合は確実にこちらですね。なるほど。なんで、まあ一応、その説明をしていきます。というわけで用意するのは、はい、プラスドライバー、と、まあ何でもいいや、蓋。これは今回はもうビスが大体ロッドカバー止まってるのがほとんどなんで、はい、まあアイバニーズとワーウィックだ。うん、ワーウィックはちょっとこれをずらすと回せるっていう状態になってるんだけど、はいはい、まあ基本3点止めとかでこうなってるんで、で、はい、ビスはまとめときましょう。なくすんですよね。これね、マジなくなるのよ。俺もね、しょっちゅうやる。お客さんの前とかでね、あ、ここにまとめてくんですって。あれ、ビスね、入ってねえな。そうなんですよ。そう。っていうのはよくあるので、ビスがなくなるのだけは頑張ってしすぎましょう。はい。そしたら、まあ、レンチを探します。六角レンチですね、基本的には。はい、はい。六角レンチいろいろシリーズがあるので、まあ、本体買うと六角レンチって本当についてくるんだよ。で、サイズが結構いろいろあるんで、はい、それに合ったやつを、やります。太いやつだな、うん、というわけで今回は太いの、じゃん。で今回はですね、はい、こちら側のロッドなので、はい、今順ぞりしてるの、すごい順ぞりしちゃってるんだね、こういう風に歩んでるって感じですかね。そうそうそう、弦に対して離れていく感じね、はいはいはい、になっちゃってる場合はこっち側こっちに引く とロッドが締まるので根っかまっすぐになります。はい、ただこれの時も回んねえからって、ああ怖い、45度とか一気にガッていくと、はい、ネックがいきなりおなんだなんだなんだってなる時があるので、はい、ゆっくり回していきます。ゆっくり優しくですね。ゆっくりですね、はい、これもうね8割ぐらい閉まってるね。ちょっともう助からないかもしれない、はい、この子だからこれで結局調整をするんだけど、はい、こういうのでロッドが何割って書いてあるのあるじゃん、はい、それはそれで判断するのよ、あのネックソって大丈夫からダメかなみたいな寿命みたいな感じですかね。そう、正直これは寿命だと思っていい。だってネック剥がすっていうのはリペアとしてものすごい金かかるから、はい、そこでお金取られちゃうのみたいな感じだから、ロッドいっぱいですっていう商品は、うん、もう限界でも俺はこいつ生きていくんだって決めない限りは買わない方がいいね、はい、そうですよね。そう、本当にロッド余裕ありますっていうのが、うん、常識なんだけど、ロッド余裕ありますで8割縛ってますっていうのもあるんだよ。そういうのもあるので、はい、まあロッドって記載があるんだったら、中古はロッドの記載を見た方がいいよ。はいはい、はい。で、お店の人に聞いたって、これロッド何割縛ってますって言うと、知らないからそんなの。そうですね。だってリペア版がやったらお店に出しといてさ、店頭で売ってる人がさ、はい、ロッド何割知らない、見えないしってなるから、はい、まあ一応それはちょっとね、買うときはね、聞いた方がいい。なるほど。で、来てはリペア版に聞いてくれるから、うんうん、どのくらいですかね、これロッド大丈夫ですかねって、あ、大丈夫ですよって言われたら、お前言ったんってなるから。で、基本的にはここを回す前にすいません、弦を張るべきでしたね。なるほど。なんで弦を張るでしょうか。弦の張力があるから。あ、そうなんです。はい、ベースなんか特にかなりの張力があるよね、うんうん、でそれで、ね、劣化反っちゃうじゃん。はいはい。だから要は弦を張った状態でネックがまっすぐ、おわ昔の人のちょっとあれでちょい順ぞり、うんうん、いや、やっぱちょっと順ぞりしてる方がいいよって言うんだけどなんでリペアマンはちょい順ぞりが好きでしょうか。ちょっと余裕持たせられるじゃん、逆ぞりするのに。はいはいはい。だからちょっとしたことでダメになんないじゃん、うんうんうん、であと老感ちょっと出るじゃんっていうのが主流らしいんだけど、老感っていうのが主流らしいんだけど、老感出したければ原稿上げれるじゃん。だそれ言い訳なんだ、はい、だからやっぱちょっと向こうに持ってったらね、お客さんがシビアにまっすぐにしとくと、はい、うん、すぐいろいろ動いたりで大変になっちゃうから、はいはい、順ぞり方向にしとけば基本的にプラスすっげえ順ぞりになるってことよりも、はい、逆ぞりになる方が多いんだよね。なるほど。いきなり動かしたから指板がペタペタで弦が詰まっちゃう、ね、そうそうそう、っていうのをお客さんに悟らせないために、はいはい、あ、ちょい順ぞりしといた方がまあいいよね、長持ちするしみたいな。あとさ、お店側からしてもお店持ってきてくれりゃいくらでも直せんだけど、はい、何回も来てもらうのが悪いじゃん。確かに確かに。っていうのもあって、まあその辺気使ってるのもあるんだろうね。リップチューナー使いますね。はい、わかりやすいように、はい、440Hz に合わせた状態で G まで持っていきます。はい。うん。
なんだろうね、怖いね、怖いな、怖いねっていうのを後でさ、まあ、原因を探っていきましょう。でこのまあ弦が多分45105になってて40しか入んないナットになってるんで、はい、あとナット直すけど、まあでもいろいろできるように。だからね、弦の上を水を出すって言ったじゃんこの間、はいはい、高いやつは、ね、うん、あれなんでかってさ、いろいろ乗るじゃん弦、水を上だけだったらさ、はいろ、はいろ乗るじゃん、太くても細くても乗る、ね、そうある程度乗るでしょ、うん、っていうのもあるの。なるほど。というわけで、もうこの状態でも今純粋なのがわかります。これはなんで純粋なのがわかるでしょうか。はい、一応チェックの仕方はあります、はい、1フレット、ね、うん、を押さえる、はい、最終フレットを押さえる、はい、そして今ここの辺に遊びっつうか、その隙間、フレットと弦の隙間がすごいできちゃってます。はいはいはい、もう音もちゃんと出ます。うんうん、ちょ、俺のタッピングが悪い。もう完全に音になってるでしょ。そうですね、これ逆上したら音にならないの。へえ、あ、そうか、ベタベタしちゃっても完全にピタピタしちゃうのか。そうそうそう、もう浮いてんの分かるでしょ。浮いてる、あ、浮いてる、浮いてるでしょ。はい、あ、ほら、あ、本当だ、このぐらい浮いてんの。はいはいはい、これはダメ、これ順ぞり。なるほど。なのよ、まあちょい浮いてるぐらいならいいんだけど、そのちょいはまあ 0.1mm から 0.2mm、はい、でオーンっていうのはいいんだけど、ってことは順ぞりですねってことで、もっと締めていきます。はいはいはい、ただ、さっきの段階で8割なので、怖いですね、ちょっと首をかしげる状態かあ、これ返すときにロットいっぱいですよっつって返すことになるんですけど、弦が外れねえじゃないか、やっぱもうナットの精度もある。よいしょ、ああ、決まってきちゃいましたね、かなり。怖いなぁ。バキって言いそうで怖いですね。そうですね、ギリギリと。なんだ、こんな曲げちゃダメだよっていう人もいるんだけど、リペアマンって。もう曲げなきゃ治んないでしょ。じゃあそれ以外やっててくださいよって話になるから。はい。戦っていきますね、その辺は。おう、ほら、見てこれ。はいはい。今ね、3弦と4弦のあれがなくなったから。あ、だいぶ。隙間がね、なくなります。ここら辺だね。はいはいはい。で、また、ちょっとね、3弦1音2弦を張力を戻すと、反ったりするので、うん、実はちょっと反ってんじゃないかと思ってる。あ、ちょっとね、もうちょっとだね。ほら、さっきより薄くなった、ここの隙間、斜めから見て、影でわかるかな。はいはい。はい、だいぶ薄くなりました。本当だ。ってことは、あ、もうちょいです。ただ、ロッドも、はい、割ともうちょっとです。まあ、限界がありますね。ロッドがもうちょっとです。はいはい。まあ、厳しいですね。もう厳しい戦いを強いられてるんですね。で、まあ、よっ、あ、ギリギリ、あ、買って。これ不安ならやっぱお店にやってもらった方がいいですよね。そう、これやばいね、こんな硬くて大丈夫って思いだったら、うん、やってもらった方がいいですね、正直ね。で、はい、あのクレ556とか、はい、なんだろう、冷凍凍結バルブとかを吹いて無理やり回す人いるんだけど、はい、あの折れるから限界突破しても危ないこの辺とかのもう傷がパカーン外れていきなりワインって効、はいはい、かなくなっちゃったりするので、それをねちょっと、ね、気をつけた方がいい。あの大変なことになるので、まあ無理しない範囲でやってください、はい、自己責任で。そうですね、はい、あ、そうするとこれ完璧にもう全然隙間なくなってきた。本当だ、いい感じにビタビタっすね。うん、この感じをね出せれば完璧です、はいはいはい、でこの感じが出せるって言ったら最初音出しがかったけど、うん、老感もなくなって最初ボヨーンって音だったんだけど、はい、だいぶ張りのある音になる。そうですね、しっかり音が出ますね。うん、これでまあロッド調整は終わりです。うん、で、ね、緩める場合あるじゃん。はいはい、緩めたい時。逆ぞりしちゃってて、緩めたいよっていう場合があるんだけど、はい、最後には、一回ちょっと締めて。緩めっぱなしじゃなくて、はい、ちょっと締めて。それはなんでですか？なんかね、緩めっぱなしになっちゃうんだよ。はい、で、ちょっと締めてあげると、止まるっていうことが結構ある。はいはい、俺も、経験、これ、ただの経験論だから、はいはい、あれなんだけど、ほら、ビスとかってさ、はい、緩めっぱなしにしとくと不安定になるけどさ、はい、ちょっと締めてあげるとさ、はいはい、固まるじゃん、はいはいはい、っていうことなんじゃないかと思ってるんだけど、はいはい、なんかロッドに関してはそれの方がね調子いい人が多い。ちょっと締めてあげれば、やっぱ飛んだわ。あ、っていうのでこれはめんどくさいので気をつけていきましょうね、はい、あのビスとか床に落とすとねいなくなるからね、はい、なくしますので。マジでね、気使っててもね飛ぶってことはね、はいはい、あとね、作業の時に、はい、あの電ドラ、はい、をあんまり使わない方がいいよっていうのがあって。そうなんだ。この辺の短いビスだったら、はい、頭を外れてバコっていくことないんだけど、はい、太い系とか長いビスだと頭外れてねボディに叩きつけることがあるんですよ。あー、本体がいっちゃうんですね。そう、ギーンベッってなるときあるから、うわーってなって気をつけていけばいいと思います、はいはい、で、この状況から今俺がこの状態から見てわかるのは弦高値が高いんだよ。はあ、で、その弦高値が本当に弦高値が高いのか、うん、ナットが高いのか。あー、ナット、これ、はいはいはい、っていうことがあるんで今それを見ていきます。